さあ19世紀の欧米諸国の歴史今回はアメリカ合衆国ですヨーロッパから離れてアメリカ合衆国一体どのような歴史をたどっていくのかを見ていきたいと思いますさあ今回のポイントは大きく2点ですまずは2点の確認からいきましょう1点目がこちら19世紀前半のの大統領と合衆国の成長です初期資本主義的な産業が成長し 領土が広がっていくアメリカ合衆国のお話今皆さんがね地図帳をパッて開いたときに見られるアメリカ合衆国の領土が形成されていく様子を見ていきます二点目がこちら領土を広げることは神のおぼしめし西側へと領域を拡大する合衆国のお話でございますこのようにアメリカの歴史をまずこの二点に沿ってお話をしていきます その中でアメリカ合衆国がどう発展してきたのかに注目していきましょうポイントの一点目です19世紀前半に登場する合衆国大統領そしてアメリカの成長というのを見ていきましょうまず皆さん目の前にマディソン大統領ちょっとこの人の名前はレベルが高いので彼の名前は覚えてなくても大丈夫です そしてこの大統領の時代アメリカはイギリスと戦争するんですねちなみにこの戦争の話については実はアメリカ独立革命のところでも一回説明はしてますただちょっと範囲が飛んじゃったのでもう一度改めて説明をするという形ですこのアメリカイギリス戦争というのは当時ナポレオンという人がヨーロッパにいました彼は 大陸封鎖令とといううのをを出ししてイギリスに打撃を与えようとしたんですするとイギリスはこの大陸封鎖令に対抗して海上封鎖を実施ヨーロッパ大陸に物が入ってこないように海上封鎖を行ったんです,するとこの海上封鎖によってアメリカ合衆国の通称が妨害されこれが戦争のきっかけになっていきます。 そしてこの戦争何が大事かどっちが勝ったどっちが負けたそんなことではありませんこのアメリカイギリス戦争が行われていた期間合衆国はイギリスとの貿易は一切してませんイギリスに頼らなくてもアメリカは一人でやっていけるんだそう経済的な自立が促されたんです。これによってアメリカでも ちっちゃいんですけれども、商工業が徐々に徐々に発達、産業革命の第一歩をたどっていったんです。そのため、このマディソン大統領は保護関税政策というのを導入し、アメリカの商工業を育てていくために、イギリスから安い製品が入ってくるのをシャットアウトしたわけです。 このようにアメリカイギリス戦争によってアメリカは徐々に徐々に経済成長を見せ始めたということですそして第五代大統領こちらですモンロー大統領この人は有名人物だからしっかりと覚えてあげよう彼はモンロー宣言というのを発表しました一体この宣言は何かというと彼に聞いてみましょうこちらですアメリカはアメリカ ヨーロッパはヨーロッパ互いに口出ししてはいけないアメリカ大陸のことはアメリカ大陸で決めるヨーロッパ大陸のことはヨーロッパで決めてくれ俺はヨーロッパに口を出さないからヨーロッパもアメリカに口を出さないでくれ。これがモンローの主張なんですアメリカとヨーロッパの相互不干渉を提唱しこれが通称孤立主義とこの後言われるようになります アメリカはヨーロッパに関わらないんだこの孤立主義と呼ばれる外交を提唱したのはこのモンロー大統領だったんですそしてさらに注目をすべきは第七代大,大統領の時代でしたこちらを見てくださいジャクソン大統領ですこのジャクソン大統領なんですけれども彼はジャクソニアンでも暮らしそのままですねジャクソンの民主主義そのままですね ジャクソニアンデモクラシーと呼ばれる改革を行いました民主政治が大いに発達したと言われるこの時期なんですがちょっとそれには裏があります彼に一言聞いてみたいと思いますこちらです白人男性には普通選挙権を与えるぞ白人男性であれば誰でも投票に行けるんだ選挙に行けるんだどうだ民主的な改革だろう？え インディアンと黒人はどうするかってそう考えてません先住民や黒人のことは考えてませんあくまで彼の民主主義の範囲は白人男性に限定されてたんです女性もダメですだからこの言葉一見美しく見えるかもしれませんが騙されないでくださいね彼が対象とした民主主義は白人男性限定なんですだから インディアンや黒人というのは完全に無視されます例えば彼が出した法律こちらを見てください先住民強制移住法といいますもう名前が驚々しいですよね先住民たちをミシシッピ川より西の荒れ地に強制的に動かします出てけとここは白人が住むところだからお前ら出てけとそういう移動させたんです中でも先住民の一部族 チェロキー族が通ったルートは涙の道と言われますこの涙の道というのは過酷な条件下で常に移動を強いられたチェロキー族体の弱い人やお年寄りは途中で置いていかなきゃいけないんですなので弱い人を置き去りにして進んでいかなきゃいけない彼らが通る後には涙がこぼれて道のようになっていくそういう悲しさを表現したお話です なのでジャクソンというのは白人のための政治を行い先住民や黒人というのは完全に無視していたということを覚えておきましょう。ポイントの2点目ですさあ、領土が広がっていくアメリカ合衆国の様子見ていきましょう。さあ、皆さんまず前提として確認をしたいんですけれども。 アメリカ合衆国独立当時の領土というのは基本的に東側でしたあの13州ですねかつて13植民地と呼ばれていた地域が独立するのでした逆に西側はどういう地域だったのかというとはっきり言ってよく分かりません。何があるのかどんな場所なのか全く分かりません。 そういう地域のことをアメリカはフロンティア辺境と名付けていたんですねアメリカ西部における開拓地と未開拓地の境界線このフロンティアに今からどしどし進んでいくんだという動きですこのフロンティアを進出していく話を西部開拓と呼んだりあとはこれ読めるかな西全運動ざんじゃないよゼンと読みます 善といいいいううのは近づいていくという意味なんで数学とかでも「善化式」ってあったりするんですけれどもこの「生前」と呼んでください「残」と読まないように「残」だとこっちになっちゃいますからね切っちゃいますからお気をつけください正善運動そしてアメリカの人たちは自分たちがフロンティアに行くことは当たり前だと考えてたんです。その考え方をマニニフェスストディスティテー明白な天命 人口が増えて土地が足りなくなると我々は新しいい土地に進んんでいくのは当然なんだこれは神が定めた使命であるんだと自分たちの進出を正当化し先住民の迫害もこれで正当化されたわけです。そして実際にアメリカの領土拡大の様子はこちらをご覧ください。さあこのルイジアナ買収から始まりまりすまずはフランスからルイジアナを買収。 スペインからフロリダを買収そして当時独立国であったテキサスを無理やり併合していきますまずここまでのお話を地図で確認しましょうさあ皆さん地図をご覧くださいさあ今なんですけれども僕が今スラッシュを引く地域がアメリカの独立当時の領土ですこれがアメリカの十三州 というんですね。アメリカの独立当時の十三州、そしてここにミシシッピ川という川が流れてます。ここにミシシッピ川という川が流れてます。ここにミって打っときましょう。ミシシッピ川。ミシシッピ川より東側のルイジアナ、東ルイと書いておきます。東ルイ。ミシシッピ川よりも東側のルイジアナ。 東。ルイこれは実は独立の段階で獲得してました。今お話をするルイジアナ買収はこれより西側のここの部分です。西ルイジアナ。ね今ここを獲得し、さらにここが。ここがフロリダです。なので。ふと書いておきます。そしてテキサスがこの辺にあります。テ ほらどんどん領土が広がりますねルイジアナ買収フロリダ買収テキサス併合という形ですこのようにして領土がどん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 大きくなっていきますまだまだ続きますよこちら見てくださいアメリカメキシコ戦争といいますアメリカ合衆国はメキシコと戦争をしますこのアアメメメメリリカ・カキキシシココ戦争でアメリカはメキシコを破り そのままカリフォルニアという地域を獲得します。ちなみにこのカリフォルニアがどの辺かというと、最後地図をご覧ください。さあカリフォルニアがこの辺です。なのでカリって書いていきます。カリフォルニアがだいたいこの辺。これで完全に太平洋に接する形になったと言われるわけなんです。西ルイジアナ買収、フロリダ買収。 テキサス併合カリフォルニア獲得しっかり順番で覚えましょうそしてこのカリフォルニアでは金が発見されます金が発見されたんですその金を求めていわゆる一攫千金を狙って人々が多くこの地域に殺到しますその様子をゴールドラッシュと言うんですね この金を求めて人々が一斉に西に西流れ込んできますこういうゴールドラッシュによって東側だけではなくて西側に移る人たちも増えてきたということをしっかりと覚えておきましょうさあそれでは今日一緒に勉強してきた内容を今から確認していきましょうまず今回のポイント大きく2つありました。 一点目のところでは大統領を中心に勉強しましたまず皆さんに確認してほしい大統領は第五代大統領のモンロー大統領彼はアメリカはアメリカヨーロッパはヨーロッパお互い口出しをしないんだということを発表これがいわゆるモンロー宣言と呼ばれるものでこれは通称 立主義と言われ合衆国の方針に変わっていくんですそしてこのモンロー大統領がこのような宣言を発表さらに第7代大,大統領がジャクソン大統領。 彼はジャクソニアン・デモクラシーという民主政治を行いますがあくまでその対象は白人人の男性性限定女性はははインンディアンはダメ黒人はダメですこのようにジャクソンの政治は騙されないように気をつけてください。あくまで白人男性を限定としているものなんです。 だから実際に邪魔な先住民は次々と追い出します。先住民強制移住法これで先住民インディアンたちをどん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 迫害してったんです。その迫害のことを涙の道と呼んだりするわけです。 さあこれがまず合衆国19世紀前半の大統領でしたそして2点目がこちら領土が広が広りま,すまずアメリカ合衆国西部の未開拓地域のことをフロンティアというんですがそのフロンティアの進出にあたってマニフェストディスティニー明白な天命である 我らがそこに進出するのは当然であるという言い方を取りますそしてどん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 19世紀を通じて領土が広がっていきましたさあ皆さん順番で確認しましょうまずはルイージアナの買収そしてフロリダを買収しさらにはテキサスを併合するそして アメリカメキシコ戦争ではアメリカがメキシコを破りカリフォルニアを獲得このカリフォルニアでは獲得した年に金鉱が見つかりますアメリカの人たちは一攫千金を求めて西側にどんどん入ってくるこれをゴールドラッシュと呼んだわけですさあ今回こちらの2点に沿ってまずは アメリカ合衆国の発展の様子をしっかりと理解しておきましょう。